大丈夫だ。大丈夫？お前に取り付いていた悪霊は取り除けた。どんな悪霊だったんすか？お前の食欲を全て奪ってしまう霊だ。食欲？お前がこんなにガリってしまったのはな、悪霊のせいやったということや。安心せ、これからはもりもり食欲が湧くで。いや、それは単に体型に気をつけてるわけで。よかったな、これで安心だ。もうあんたは心も体も健康体だ。これからどんどん運気が向いてくるぞ。心足が顔色が良くなって美しさが増してきたぞ。美しい？そうかな。美しいぞ。そう言われれば。ということでお題や。鈴木先生の力をかなり消耗したんでね。はい、ダーリン。本当は除霊なんかしてないんでしょ。それって詐欺やからね。何を言うてんねや。やってるに決まってるやろ。私全く霊感なんかないんだから。霊感のない人間が除霊なんかできるわけないでしょ。お前はないが俺たちにはある。わしらが除霊師や言うて説得力ないやろ。客のため思てお前がやっとることにしてんねや。おじさんに霊力があるとは思えない。それがあるんやな。確かにおじさんはうちの神社を継ぐはずだったけど、それが嫌で逃げ出したんだよね。神主の勉強が嫌で。おじさんがいなくなったからお父さんが継ぐことになったのよ。そのお父さんには全く霊感なんかなかったんだから。おじさんにも霊感や霊力があるとは思えない。見えるんや。見える？わしには霊が見えるんや。そしてこいつはその霊を倒すことができる。倒す？そうだ、俺たち二人ならどんな霊も除霊できる。信じられない。信じる信じないは勝手だが、真実は一つだ。さっきの女も完全につきものが落ちた顔になっただろう。気分の問題でしょ。あんたの姪っ子は疑り深いな。死んだ弟も疑り深かったからな。血は争えんちゅうこっちゃ。もうとにかくとにかくとにかく、もうそろそろこんな協力はできないからね。それができひんかったら神社の復興の金はどっから出すんや。それは俺たちは本物だ。安心しろ。本物なら安心ね。あなたたちに除霊してもらいたい案件があるの。